鈴木知事が住民と地域の課題について意見を交わす会が三島市で開かれ住民からは防災に関する要望が多く寄せられました安友知事と県政を語ろうと題して鈴木知事就任後初めて行われた意見交換会には県東部に住む50代から80代の男女10人が参加しました

その他防災の日に合わせて行われる県の総合防災訓練について熱中症の危険性のある夏場の開催を見直してほしいという意見が寄せられ鈴木知事は前向きに検討したいとしました。